東口駅舎新城駅は山形県新城下門町にある東日本旅客鉄道の駅である。乗り入れている路線は全路名称上は東駅の所属線である大宇本線に東駅を起点とする陸西線、東駅を終点とする陸東線を加えた三路線である。東駅は大宇本線上を走るミニ新幹線である山形新幹線の終着駅となっている。 新幹線車両が走行できるようにするため、大宇本線の福島駅等駅間は、新幹線と同じ期間百4 3 5ミ、mm、リメートルの標準機に改め期されている。このため、1067ミ、mm、リメートルの凶気のままとなっている、大宇本線や北駅方面、及び北路線との直通運転は不可能となっている。標準期化された大雨本線山形駅方面には、 在来線としての愛称として、山形線が設定されている。旧駅舎山形方面と秋田方面は、期間が異なるため、同一車両での直通はできない。そのため当たり駅の構造は、1.2番線と3.4番線が、東端式ホームで向き合う変則的なものになっている。5番線は2.4番線の東側にある。またこの構造に由来して、 階段を使わずに書く、乗り場間の往来が可能であり、バリアフリーとなっている。なお、秋田駅や山形駅のような新幹線、乗り換え改札口はない。2008年3月、有人改札口と在来線ホームとの境目に、モバイルスイカ専用の自動改札機が設置された。レンガ造りの車庫駅東口駅前広場を除く、構内東側の一帯は、新城運転区である。 新城運転区には蒸気機関車の転車台が使用可能な状態で残されており、陸空当線にて SL の臨時運行が行われる都市もある。また、駅構内の南側が山形線、北側が大宇本線、陸空当線、陸上再線車両の車庫になっており、そのうち北側にはレンガ造りの車庫がある。かつては、 貨物も取り扱っており、駅西口北側に一面二線の貨物ホームや貨車、仕分け線が広がっていた。そこでは、有害者など、大宇本線を行き来する、貨物列車が停車する風景がよく見られた。放置する、ゆめり、あの一部やその後配地に広がる、駐車場、鉄道交際会の施設、広大な空き地などが、貨物施設の移行である。運賃表は、 現役社会業以降は独自のデザインであったが、2014年の消費増税時に JR 東日本標準のデザインに変更された。直営駅。緑の窓口、指定席券売機がある。駅レンタカー設置。管理駅として、大宇本線の大石田駅のき駅間、陸羽東線の境電駅南新城駅間、陸羽西線の増形駅南野駅間の各駅を、 管理している。当駅は最上地方各市町村の共同出資の交流拠点ともなっており、夢利、あという愛称がある。夢とエリアを組み合わせた造語である。館内には案内所、物産館、イベントスペースなどが備えられ、東口に向かう連絡通路はギャラリースペースとなっている。主な駅弁は下記の通り。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は1372人である。近年の推移は以下の通りである。駅前の様子東口ロータリーからくり時計西口が中心部に出る玄関口である。西口には山口バスの乗り場がある。ロータリーにはからくり時計が設置されている。一方東口は国道13号に面している。東口には パークライドを測り仙台の無料駐車場が用意されている観光バスの乗り場がある駅前は公園として整備され最上中央公園と呼ばれているありがとうございます